ルイジアルバは、ペルー出身のテノール歌手。本名は、ルイス・エルネスト・アルバイ・タレード。パイタの生まれ。歌手になる前は、ペルー海軍に所属。リマ国立音楽院で、ローザ・メルセデス・アイアザール・デモラレスに支持し、1949年に、リマで、フェデリコ・モレーのトローバのサルスエラ、ルイサ・フェルナンダに出演して、歌手デビューを飾った。1953年に、 ミラノに留学し、エッドウレ・カンポガ・リアーニとエミリオ・ギラルディーニの訓当を受け、1954年にミラノのスカラ座でジュゼッペ・ベルディの椿姫とドメニコ・チマローザの秘密の結婚に出演して、オペラ歌手としての名声を確立した。1962年にはフィラデルフィア・リリック・オペラ・カンパニーでジョアッキーノ・ロッシーニのセビリアノリ発誌のアルマビーバ白尺を演じて、 アメリカに進出し、1964年にはベルディのファルスタッフのフェントン協約でメトロポリタン歌劇場にデビューを飾った。1989年にはオペラから手を引いたが各地でマスタークラスを開いている。ありがとうございます。